皆さんこんにちは、高橋明です。今回は石川遼選手の止まりにくい状況下における90ヤードショットを見てみたいと思います。グリーンで止まりにくい理由の一番の理由はですね、砲台グリーンになります。かなり高いですね、5、6メートルあるんじゃないでしょうか。それでも6、7メートル転がってしまいます。2番目の理由はですね、ラフからということで、松葉のように草がきつくはないんですけれども、それでも枯葉が多少噛んでしまう。そして、3つ目は、思いっきり球を潰してスピンをかけることができない中途半端な距離になるということです。そして彼が選んだのは、球を高く上げる、方法です。左に球を置きます。そして、ピッチ、ハイピッチですねのセッティングで、スリークォーターショットをします。高く45度ぐらいの角度で上がるんですけれども、ボディターンはあまり使わずに、落下力で持って打ちます。そしてフェースはターゲットに向けたまま、すぐに返さずに方向を出して、低い位置でのフィニッシュです。参考になりましたでしょうか。